バイカ女子大学短期大学部は大阪府茨城市宿野省2-19-5ののに本部を置いていた日本の私立大学である。1950年に設置され、2015年に廃止された。大学の略称は梅丹。本校では旧バイカ短期大学も含めて説明する。学科専攻科別科取得資格について、研究アメリカイギリスオーストラリアカナダ中国。 韓国台湾平成27年度廃止大学、東文部科学省2016年1月7日、ABCD 平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧142から143ページ、倍化女子大学短期大学部の校より、ABC 出展、全国学校総覧昭和35年度版22ページより、昭和51年度版50ページより、 昭和63年度版66ページより、ABCD、バイカ学園創立120周年記念誌より、ABC、教員養成課程認定大学短期大学一覧66ページ、バイカ短期大学の校より、ABC1999 年度用、全国短期大学案内455ページより、ABCD 学生募集は1956年度、 以前の入学生で最終。1959年3月31日付で正式廃止。AB 学生募集は2001年入学生で最終。2003年3月31日付で正式廃止。ABCD 学生募集は2003年入学生で最終。2005年3月31日付で正式廃止。 AB 学生募集は2011年入学生で最終 ?2015 年4月17日付で正式廃止。入学定員が20名となっていた。同文券によると全体的に教職免許を取得した学生数が最も多かったのは1996年卒業生で合計44人となっていた。ありがとうございます。